死の舞踏 S126 は、フランツ・リストの作曲したピアノ独奏を伴う還元楽曲。現代は、死の舞踏から、怒りの日によるパラフレーズであり、その名の通り、グレゴリオ聖歌の怒りの日の旋律を用いた一種のパラフレーズである。弟子のハンス・フォン・ビューローに検定。リストは1838年にイタリアを旅した時、 ピサの墓所カンポサントにある14世紀のフレスコが死の勝利を見て深い感銘を受けたと言われる。ここで得た霊感をもとに、リストはローマカトリック教会のセクエンツ屋であり、最後の審判を想起させる怒りのヒディエスイレを主題として用い、ピアノが華麗に活躍するパラフレーズを作曲した。この旋律をもとにした楽曲としては、先にベルリオーズの幻想公共曲などが完成しているが、 リストが影響を受けたかどうかは不明である。死の勝利いるトリオンフォデラモルテリストはこの曲を1849年に一旦完成させたが、その後改作を重ね、1865年にハンス・フォン・ビューローの演奏でハーグにて初演された。アルフレート・ブレンデルはこの曲をロタンチョソナタに被験するのはこの曲ぐらいであると高く評価した。冒頭部分曲は、 ピアノとティンパニのグロデスクな反復に伴われた感覚器低音源による怒りの日の旋律で幕を開け短いカデンとピアノよる主題提示の後5つの変装を経てコーダを兼ねる最後の変装で劇的な終結を迎える演奏時間は約15分独奏ピアノピッコロフルートにオーボエにクラリネットにファゴットにホルンにトランペットにトロンボーンん。 中はティンパに、シンバル、トライアングル、タムタム、言語部。作曲者自身による、ピアノ独奏版、および二大ピアノ版編曲が存在する。また、1919年に、フェルッチョブゾーニの改訂により出版された版は、1853年後を採用している。この版では、曲の後半に、詩編130編、深き縁より、デプロフォンディスのフレーズが現れ、 コーダでは、怒りの人、深き淵より、が、対方的に組み合わさり結ばれる。ありがとうございます。